村山実、村山実、村山実、のる、1936年12月10日から1998年8月22日は、兵庫県甘崎市出身、神戸市北区生まれのプロ野球選手、投手コーチ、監督、解説者。投手むき出しで全身を使った、ザトペック投法で知られ、二代目、ミスタータイガースと呼ばれる。 戦後唯一のシーズン防御率0点台、通算防御率セリーグ記録、通算ホイップ日本記録、歴代最多大記録の沢村賞3回など、複数の大記録を保持している。神戸市北区で生まれ、父親の転勤により、天笠市で育つ。住友学園中学校では、内野手をしていたが、住友工業高校進学後は1年次の冬に、当主へ転校。 二年時のカラは、エースとなり、監督の勧めでフォークボールを習得。同年の秋季近畿大会県予選では、準々決勝に進出するが、島田幸雄を要する兵庫工業に敗退。三年時の春季近畿大会では準決勝に進むが、片岡幸雄、坂崎和彦らのいた名和賞に敗れる。同年夏も、県予選準々決勝で、 赤石校に赤敗し甲子園出場こそのガスも阪神地区の優秀選手に選出されている。高校卒業後は立教大学のセレクションを受けるが身長が低いことを理由に落とされる。時系の勧め手に関西大学小学部小学科へ進学し、後に阪急オリックス日本ハム監督の上田理事とバッティを組んだ。一年上のチームメイトに南場翔二郎がいる。 関西六大学野球リーグでは在学中4回の優勝を経験。2は左右のエースであった、大本英明、中西勝美が大学を中退して、プロ入りし、2年生ながら同年春季リーグでエースに抜擢される。この頃から全力投球のスタイルが確立され、同年の大学日本選手権に出場。全試合関東勝利で、東京六大学以外、西日本の大学として、 初の優勝日本。三年時のには肩を痛め、連覇をかかっていた大学日本選手権では加炎を発症して、マウンドに立つことができず、チームは村山をセレクションで落とした立大に敗れた。それまで巨人を含む多くの球団から誘いが来ていたが、これによって大半の球団は獲得から撤退。大阪タイガースだけは田中義和球団社長が親身になって、 相談に乗ってくれたため、村山の気持ちは、半身一択となる。4年次のに復活を果たすと、再び多くの球団が獲得に必死となる。特に巨人は、長島茂雄を超える契約金2000万円を提示するが、それでも、村山は、巨人の4分の1である500万円を提示した、大阪を選んだ。大阪側も500万円だけでは、申し訳ないと思ったのか。 阪神電鉄に入社後執行の形で入団した。担当したスカウトは佐川直行。主席入学の上田と違って、大学での成績は芳しくなく、卒業試験の時には問題がチンプンカンプンで答案用紙には何も書こうとせず黙って腕組みをしているだけだった。すでに大阪と契約を済ませており、教授からは名前を書くだけでいいから、 それで卒業にしてやると言われて、なんとか3月に、寛大を卒業することができたという。1959年3月2日に、オープン戦の巨人戦、甲子園でプロ初登板、プロ初先発を果たす。この日は、初代、ミスタータイガース藤村文夫の引退試合の日でも、あった。当初は、前日の日曜日に予定されていたが、 雨天中止のため翌日の月曜日に順延となったにも、かかわらず、3万人の監修を集めて行われた。村山は2回を投げて、打者7人と対戦し、被安打1の無失点に抑えた。開幕後は、同年4月14日の国鉄戦、甲子園で、公式戦初登板、初先発し、金田正一と投げ合って6回まで無安打に抑える高騰で、 にあんだカンプ勝利のデビューであった。この試合を皮切りに先発ローテーション入りを果たし、18勝10敗、防御率1.19とエース級の活躍で、最優秀防御率のタイトルを獲得。新人ながら、沢村賞も受賞したが、新人王のタイトルは、新人新記録となる31本塁打を放ち、新人ながら、本塁打王のタイトルを獲得した、桑田武史。 対応に譲った。新人で、沢村賞を受賞しながら新人王に選ばれなかった、当主は現在も村山和人だけである。同年は5月21日の巨人戦、甲子園では9回14奪三振で、巨人打線を無安打に抑えながら、三宅修士と自身のエラーで2失点を喫し、世にも珍しい、ノーヒットアリランという記録を達成。 6月25日の天覧試合では先発、小山正明をリリーフしたが、長島に、左翼、ポール際へのサヨナラ本塁打を打たれた。微妙な判定であったため、村山は生涯あれはファウルだったと言っている。以来、村山対、長島のライバル関係が出来上がった。村山は、通算1500奪三振、6月8日、2000奪三振、8月1日をいずれも、 長島から狙って奪っている。村山対長島の対戦成績は302打数85安打打率28121本塁が39三振であった。長島へのこだわりは私生活にも現れ、初めて購入した自宅の電話番号の下4桁が3279つまり3長島になくと読める語呂合わせになっており、 強く変更を望んだエピソードがある。当時は電話を引くだけでも大変だった時代のため、しばらくはやむなくこの電話番号を使っていた。長島とは現役時代は口も聞かなかったが、引退後は意気投合し、お互いに、長さん、村さんと呼び合う仲になった。二年目のは四月に急性胃腸炎で倒れるなど調子が上向かず、八勝十五敗と低調な成績に終わった。 は復調して24勝を挙げた。には前年途中から指揮を取っていた、藤本貞義が正式な監督に就任し、村山、小山の両エースに一定の間隔を空けて登板させるローテーションを実施。同年は長島が3割を切るスランプなどもあり、終盤は対応との一気打ちとなる。村山も終盤には疲労の影響で打ち込まれたが、 25勝とエースの名に恥じぬ活躍でリーグ優勝に貢献し自身唯一のシーズン MVP も獲得。村山は1962年シーズンをフォークが完成した年と振り返っている。東映との日本シリーズでは第2戦で8回1まで一人の走者も出さず、あわや完全試合の回答、シリーズ大記録となる6試合登板など大車輪の活躍をしたものの 打線の援護に恵まれず敗退。同年は日米野球でも活躍し、11月17日のデトロイトタイガース戦、後楽園では野村克也とバテリーを組み、8回西までノーヒットノーランに抑える回答を披露。終盤に2安打を起死して快挙は逃したが、無死急級脱三振の完封勝利を収めた。日米野球で日本人投手が完封勝利を収めたのは、 史上初であった。この試合後、デトロイトタイガースの監督が村山と握手し、興奮気味に、来年はうちに来ないか。君と契約したいと、幕子律、英語がわからない村山は、サンキュー、サーとしか答えられず、後から何と言われたか通訳に教えられ、苦笑したという。は、前年の代償から、右手指の血行障害や肩痛を患って、前半戦を棒に振る。 8月11日の巨人戦では7回にリリーフ登板した際、カウント2から2から自信を持って投げた球を球審にボールと判定され、村山はどこ見てるにや、わしは一球一球命かけて投げてるにやと激しく抗議。暴言を吐いたとして退場処分となったが、この時は最初の打者である池澤義行と対戦中であり、 一人の打者との対戦が終わるまで当時は交代できないという野球規則の例外記録となった。和コ山が東京オリオンズに移籍したため負担が増えると思われたが、新人の杉下茂コーチによって鍛えられたジーンバッキーが小山の穴を補ってあまりある活躍をした。村山も復活を見せて22勝を挙げ、二度目のリーグ優勝に貢献。 南海とのシリーズでは3連敗を喫して敗退。ワフリー打撃で辻吉則を相手に投げた際に辻の打球が手首に直撃して骨折し、5月まで投げられないというアクシデントに見舞われる。17日の巨人戦から復帰すると、この年から三段投法、オーバー、スリークオーダー、再度駆使して25勝、防御率1.96で最多勝ちと、沢村賞を受賞。 2は24勝を挙げて2年連続3度目の沢村賞を受賞した。頃より右腕の血行障害に悩まされ、エースの座を江夏豊かに譲る。2は一軍投手コーチ兼任となったが、シーズン途中から投手1000人に戻る。2は選手兼任監督に就任。以前とは変わって回転の違うフォークを投げ分けて棚上げする技巧派投手として活躍し、 同年7月7日には200勝達成。投手としては14勝3敗。防御率0.98。監督としては勝率。611で、首位、巨人と逃ゲーム差の2位に入り、川上哲次監督をして、あっぱれと言わしめた。この年に記録した防御率0.98は、規定投球回数以上での戦後唯一の防御率、0. 台である。のシーズン限りで、 現役引退、監督退任、この年は4月21日から金田正康、ヘッドコーチに監督代行を委ねた。1973年3月21日の引退試合、阪神甲子園球場、巨人とのオープン戦では7回に登板し、高田茂、末次敏光、大貞春を、フォークボールで三振に切って取る。長島は3日前の試合での死球と、 変更戦のため出場せずに東京に戻った。すでに長くマウンドから離れた村山は引退試合前の数日、当時中学生だった岡田明信、村山の知人から紹介されたと肩ならしのキャッチボールをした。村山登板の際には江夏ら投手陣が作った際に乗ってライトガーブルペンから登場、万丈の拍手に迎えられた。村山は保守の田淵孝一に 今日は全部フォーク。あとはコースだけと告げ、田口は三者三心の後、まだまだ現役でいけますよ。今の玉は最高でしたと声をかけた。マウンドに立った時点で、村山の目は涙で溢れ、田口の言葉を聞いてさらに涙した。この試合では、女優の名には千恵子が挨拶し、村山藩、ほんまに、あんた、ようおき張りやしたなあ大きに、大きにと、 ねぎらいの言葉を送った。背番号11は、阪神の永久欠番となった。村山は、関西大学時代から11番をつけており、プロでもそれを貫いた形であった。実は、村山の入団まで阪神の背番号11は、着用した選手が故障を含め、何らかの形で不幸が襲っていたために、不吉な番号と言われていた、詳細はこちらを参照。このため、 自身も、半身で、背番号11を背負ったことがあり、かつ、関西大学の先輩でもあった、み園のうたは、自分がつけていた背番号15を譲るから、絶対に11はつけるなと説得したが、村山は、自分は、昭和11年生まれなので、あくまでも11にこだわりたいんですと、ガンとして跳ねつけている。そうした経緯もあってか、村山自身は、 永久欠番の栄養を修正誇りにしていた。サインを求められ、応じた際は必ず、阪神タイガース永久欠番と添えていた。阪神、淡路大震災で被災した時、世話になった人たちに腕時計を送ったが、その時計の裏にも、阪神タイガース十一村山実と刻まれていたという。通算222章は、大卒の当主としては、チームの先輩である。 若林忠氏に次ぐ2位。また、阪神の投手勝利数の記録でも2位となる。通算防御率2.09はセリーグ記録。また、通算ホイップ0.95も日本記録であり、沢村賞3回受賞は、歴代最多対記録である。1973年から1987年は、日本テレビ、系列局の読売テレビ、広島テレビも、 兼任の解説者となる。解説業の傍ら、引退直後の1973年に SSK に入社。前期の通り、入団時に阪神で演鉄本社に入社していたが、阪神グループには残らなかった。SSK には1976年にかけて勤務。開発室長を務めた。1977年には、リージェントファー・イースと日本本社の株を購入。 1978年7月24日に、金田正一を会長として発足した、日本プロ野球迷宮会へ入会。大卒選手で200勝以上した、迷宮会会員は、村山、222勝と、黒田裕樹、203勝だけである。からまで再び、阪神監督となり、背番号として、自身の永久欠番11をつける。大野久志、和田豊。 中野悟の若手選手3人を少年隊と命名して売り出し、話題を作るが成績は6位5位と低迷した。この3人を相手にキャンプで、打撃投手を自ら買って出たが、この無茶がたたって、股関節を痛め、人工関節手術を受けることになった。当時阪神の選手だった岡田明信は、当時阪神は、前年が大惨敗だったので、村山監督はチームを、 ガラリと変えようとしたのか知れないが、話をした時はあそこまで激変させるとは思わんかった。最たるものが、王の、和田、中野の、少年隊だ。この三人をレギュラーに抜擢したのだが、ポジションを与えるのならある程度の実力がないと、戦力として機能しない。一方で、平田、佐野さんらの出番が減り、チーム内はいつももやもやしていて、一つの方向に向かうという雰囲気ではなかった。 阪神は日本一になった85年をピークにチーム力はガクッと落ちていたから村山監督の2年間も6位、5位と低迷したと述べている。当時阪神の選手だった島尾康氏は村山監督の時は大変だった。ブルペンに電話する前に投資交代がしょっちゅうありました。投資コーチだった和光富夫もあったね。ブルペンに伝わっていないことがと語っている。 監督2年目となる1989年、開幕広島戦を解消でスタートするが、4月12日から19日まで、6連敗を起死したことをきっかけに、マットキーオや中田孝二が、故障離脱するなどシーズンを通して投げ会場体、見舞われた。1989年6月25日に、甲子園で行われた阪神退巨人戦で、岡田秋信が、ビルガリクソンから左翼、 ポールキワへ、劇的な逆転満塁本塁打を放って、阪神が勝つが、天覧試合からちょうど三十年目の日で、同じ最悪、ポールキワへの一発で、スコアも五から四と、裏返しとなり、しかもこの時の巨人監督が、天覧試合で、関東勝利した、藤田元次だったことから、岡田が、村山監督のあだ打ちを果たした形となった。試合後、今日は、岡田に尽きるが、若いの、 ヤギ、亀山、和田がよくつないだ。天覧試合と同じ日ソリヤ嬉しい。気分が全然違うよ、とコメントした。1989年オフに退任。1990年からは、朝日放送の野球解説者となる。1993年、野球殿堂入り。現役時代から実業家の資質に長けており、村山自身、足足のマンションを購入して、 自分自身の会社の本社にしたというエピードは有名である。その自宅マンションは、阪神、淡路大震災で被災し、しばらく自家用車で寝泊まりをする生活をしていた。1998年8月22日、直腸岩のため死去。葬儀の際に、村山の棺を乗せた霊柩者は、参列した大勢のファンの六甲おろしの大合唱に送られて、斎場を後にした。 2004年8月に出身校の天ヶ崎産業高校にピッチングホームの銅像モニュメントが建てられた。このモニュメントは卒業生らが後輩の励みになるように時付近約1000万円を募って校門近くに建立された。高さは台座も含めて2.65メートル、像はほぼ等身大に近い造形。1959年の甲楽園球場で行われた 天覧試合で巨人の長島茂雄選手相手に投げている瞬間がモチーフになっている。天ヶ崎産業高校は翌2005年に天ヶ崎市立天ヶ崎東高等学校との統合が決まり、2011年春に天ヶ崎市立天ヶ崎総保市高等学校として新発足し、学校を相手にした。移転後も銅像は敷地に残されたが、県は 兵庫県立山ヶ崎総合医療センター2015年7月会員を学校跡地に建設することを決定。処遇が問題となったが2012年になって病院完成後に敷地内に銅像を設置することが決定した。全身を使いえぎながら投資向き出しで投げる村山のピッチングは人間機関車と呼ばれた陸上長距離選手のエミールザトペックの双方に例えられ、 ザトペック投法と呼ばれた。勝負球はフォークボールで多い時には1試合で30から40球は投げたと言われており、オーバースロー、スリークオーター、サイドスローで投げ分けられるフォークは長年的チームの打者を悩ませた。村山はプロ野球の投手としてはやや小柄であったが手は大きく手首から中指の先端まで約22センチあった。一方でフォークを多用する投手は 外して多いと言われる冒頭が3000イニング以上、投げたにもかかわらず、わずか16個しかなく、シーズンで見ても1961年に4個、記録したのを除けば、すべて2個以下。1959年には295回1、3、1965年には307回2、3を投げて、冒頭例だった。そのフォークについて、えなつは、 最盛期だと、ふっと浮いて止まったような感じで、そこからストーンと落ちる。それが2、3年経ってくると浮く感じがなくなったんで、シュート回転とスライダー回転のフォークを投げ分けてきたと、岡田明信との対談で語っている。ほぼ同時期に、同チームで活躍した小山正明は、10から0でも、10から9でも勝ちは、勝ちというドライな性格だったのに対し、村山の場合は、 10から0で9回に知らんな話でも、全力投球するスタイルを貫いた。小山は村山に対して、適当に力を抜いた方が負担がかからなくて良いのでは、ないかといった話をしたことがあったと述べている。吉田義雄によると、時折保守の山本哲也のサインとは逆の投球を、したという。サインを見て、打球の方向を予測していた吉田が、なんでや と聞くと、打者が山を張っているのが分かったのでと、山は答えた。杉浦忠氏は、近鉄バファローズの投手コーチ時代、大田孝二が、村山さんを見習って、スピードをつけたいと、フォーム改造に取り組もうとすると、村山のフォームは上半身の使い方が強引で、ある意味じゃどう。それでも、見事に号泣を投げ分けた。形だけ真似してもぶっ壊れるだけだと佐して、中止させている。 野球漫画、巨人の星に登場する花形光は村山実がモデルである。巨人の星には村山もキャラクターとして登場している。関西大学の後輩で村山と同じく全日本大学野球選手権大会に主戦投手として優勝した山口隆史、阪急ブレーブスには村山二世の異名が付けられた。関西大学時代の山口は村山と同じ。 背番号11をつけていた。1九9 7 0年から1996年までは130試合制。BR2 選手、投手専念年のため、1972年4月21日より、指揮権、返上、8試合2勝6敗、勝率、250。監督代行は、金田雅っ BR3 通三成績は、実際に指揮した試合。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。